福日和紙 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。今日のお昼ご飯、おにぎり2つ食べました。案内人の M です。コンビニではツナマヨよく買います。サポート担当の A です。はい、ということで皆様おにぎり食べてますか？はい、日産でおにぎりといえば実は一つしかないんですけれど、 A さん何ですか？おにぎりアクション。そうです、おにぎりアクション。はい、おにぎりアクション今年もやっております。間違えるとまずいのでカンニングペーパーをですね、見させていただきたいんですけれど、日産セレナでおにぎりアクション2024、あなたの写真投稿がアフリカアジアの給食にということで、これ毎年やっている企画となっております。おにぎりアクションというのは、国連が制定した10月16日世界食料デーを記念し、私たちの食を通じて世界の子どもたちに給食を届ける食べるフォアトゥーの取り組みです。おにぎりにまつわる写真にハッシュタグおにぎりアクションをつけて SNS または特設サイトに投稿すると、協賛企業が寄付しテーブルフォアトゥーを通してアフリカアジアの子どもたちに給食5食が届きますと。ということで、おにぎりの写真をハッシュタグとともに、投稿していただくことによってアジア、アフリカの子どもたちに給食が届くようになっているんですね。で、日産セレナがこれを協賛してるんですけれども、ちろんこのセレナ、家族のためのミニバンということで、世界の子どもたちの可能性を広げる活動を、家族の笑顔から世界中の人を笑顔へということでセレナを通して協賛をしております。で、今日はというわけでセレナの中でおにぎり作ってこう A さんと、という企画となっております。どうぞお付き合いください。それでは行ってみましょう。はい、では改めましてセレナの2列目に参りました。おにぎりアクションの写真の投稿期間が決まっておりまして、11月16日の土曜日、2024年は10月3日から、結構経っちゃったんですけれど、はい、11月の16日土曜日までの間に、はい、おにぎりの写真を SNS に投稿していただきたいというものになっております。詳細はですね、概要欄にリンクも入れてありますので、ぜひこちらをご確認いただきたいんですけれども、はい、私と A さんでこのセレナの中でおにぎり作っていきます。セレナの中で握り飯握るの結構攻めるねって言われちゃうかもしれないんですけれど、大丈夫です。紙おにぎりを作って、紙おにぎりを使って SNS に投稿しようという、そんなこともできるようになっております。こちらですね、概要欄のリンクの方にもページ入れてあります。簡単にですね、ダウンロードして、これ A4 用紙で出てくるやつをもう切ってあるんですけれど、正方形に、はい、セレナの、描かれたこれ糊です。で、作り方も書いてありますので、これに沿って作っていきたいと思います。 A さんと一緒に、カメラの都合上私と A さんそれぞれで作ろうかなって思うんですけれど、 A さん折り紙得意です？久しぶりにやります。あ、結構久しぶりですね。はい、セレナはしっかりテーブルあるので、これぐらいだったら作れるんじゃないかな。暑いのでちょっとドア開けて作らせてくださいね。はい、という感じでちょっと作っていきたいと思います。で、セレナはここにですね、こういうポケットがついてるので、うまく使ってあげることで、こんな感じで折り図を見ながらこうやって作ることができたりします。じゃあまずは私が作ってみたいと思います。最後これ私 A さんとの勝負だと思ってるんで。これは上手に作れるかですか？そうです、上手に作っていきたいと思います。まずは私作ります。ははは、こうやって、これ絶妙に正方形に俺切れてないんですけれど、絶妙に正方形に切れていない問題がですね、なんか大きく後を引きそうだな。切って、はははこうって。ちなみに私が折るのを先に見ている A さんはもしかしたら有利かもしれないし、大して有利にならないかもしれない。作り方見ると意外と難しそうですね。意外と難しそう。面白いな。これですね、日本折り紙協会が監修してるんですけれど、制作の途中なんかこうなって何かと思ったら、これはコップだそうです。制作中にコップが一回完成します。んで、あ、中割り折りね。あ、どこまで折るかは結構
その人次第なんですね。はこんな感じ。あーはいはいはい、これ最終的に立体になるやつですね。こうしれっと技術力を要求してくるぞ。こうやって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 、あ、いけたいけた。おお、すごい。完成形は結構おにぎりだぞ。じゃん。お、これできたんじゃないですか。完成です。あんなに M 作おにぎり。でも結構綺麗ですね。なんかあのスタート時点では私あの大丈夫かなって思ったんですけれど、完成形は結構綺麗になんかできた気がします。のりが、セレナの書かれたのりがしっかりですね、パシッと出ておりますと。ちゃんとセレナも見えてますね。はい、やりました。じゃあ続きまして A さん。はい、本邦初公開、 A さんが折り紙する様子です。そんな手先器用な方じゃないんで、あんまり、ね、そしてこれもあのすいませんね、私が切り出した紙なんですけれど、正方形が出ておりません。手が止まったぞ。ん、うん、ちなみに A さんはこれ2工程目ですね。どういうことですか。さっき私作ってたの見てたじゃないですか。ちょっとカメラ越しで撮影に集中してて眩しくてあんま見えなかったんだ。さあ A さん、何年ぶりの折り紙でしょう。こりゃ勝ったな。さあどうでしょう。はいはい、なんかもうすでに三角がなんか位置が違うような気がします。まあでも概ね軌道修正できたんじゃないですか。はい、コップ完成。わかんないですね。はいはい、上から押し込みながら膨らませて形を整えますって書いてあります。ちなみに三角にするんですかこれ。なんかうまくいかないですね。あの納得がいくところまでいったら完成と言ってもらえれば。完成ですね。ありがとうございます。A さん作、あの、なんだろう、なんか申し訳ない気持ちになってきた。結構手こずっちゃいます、ね。手こずりましたね。意外と難しいんですね。はい。意外と、まあでも、なんか立体的に折るのって、ちょっと慣れが必要かも。ですね。お子さんはちょっと大人とやった方がいいかもしれないですね。そうですね。みんなで楽しんで、でも、どれも立派なおにぎりでございます。はい、ということでいかがだったでしょうか。本日はおにぎりアクションということで A さんと一緒に、セレナの中でおにぎりを折り紙で作ってまいりました。でこれもちろんですね、自分でちゃんと普通におにぎりを握っていただいても問題ございません。もしくは買ってきたおにぎりでもいいんです。おにぎりと一緒にハッシュタグおにぎりアクション、そしてハッシュタグはてなく続く思い出をと、ための給食が5食送られますということで皆様もご参加ください。
福日チャージ YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見直しがございませんのでお勧めしております。また今回の動画いいなと思った方はぜひグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。